疲れ様です。店長です。どうもですよ。本日なんですけれども、昨年やった企画をですね、今度はよりちゃんとした形でやりたいなと思っています。どういう内容かっていうとですね、ふーさんとですね、太陽チャンネルさんとのコラボっていうことで、ザリガニを使って魚を釣ろうぜ、海釣りですよね、を行ってきたっていう動画やったじゃないですか。で、あの結果なんですけれども、不本意な形でですね、終わってしまったんですよ。なんで不本意やったかなっていうと、ぶっちゃけで言うとスケジュールですわ。まず、早朝ウーさんと一緒に日本海の方に向かいました。で、太陽チャンネルさんと合流、ザリガニを釣りました。それがですね、午前中の話です。で、太陽チャンネルさんとご飯を食べに行きました。で、ご飯を食べに行った後、海に行って釣りを開始しましたっていうのがですね、昨年の流れになるんですよ。このタイムスケジュールを聞いて、え、大丈夫なって思われた方はですね、正解です。魚釣りってね、基本的に早朝、あるいはですね、日が暮れ始めてからやるもんです。日中はですね、あまり釣れないがゆえにですね、基本的に海釣りするのは避けるべき時間帯なんですけれども、昨年度はですね、1日で全部やっちゃおうぜっていうことでですね、お昼過ぎから夕方ぐらいまで海釣りに行きましたよっていう風になったんですよ。結果としてはですね、ちょろりとは釣れましたけれども、ほぼ反応がなかったので、今年はですね、スケジュールを2日に分けたいと思います。まず1日目、ザリガニを釣りに行きます。で、ザリガニを釣ったらそのまま餌に加工します。で、2日目以降、朝に海釣りに行きます。こうすればですね、魚の釣れる時間帯にザリガニを餌として持っていくことができるので、結果変わるんじゃないのかなって考えた次第でございます。それではですね、早速ザリガニを釣りに行きたいと思うんですけれども、釣りに行く場所がですね、 R ファームさんから教えていただいた場所なんですよ。はっきり言うとですね、民家のど真ん中です。今からそこに向かってですね、ザリガニを釣っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。使うのはですね、こちらナイロンテグスですね。はい、太さはそんなこだわらなくていいです。で、開けちゃったんですけれども、当たり目です。これが餌です。掛け自体はですね、適当に結んでください。本当ザリガニはあんま気にしないんで、雑く使ってくれて OK です。硬いもの大好きなの？硬いものっていうかね、匂いが強いものに寄ってくる習性があるね。私が釣り寄った時はちくわでよく釣ってました。光の加減でね、ザリガニがどこにいるか見えないんですよあ、いたいた。で、この用水路の端のところにいますんで、こんな感じで掴んで引き込もうとしたら、うわ、すごい、もっと、はい、こんな感じで、うわ、ほんとだ、釣り上げます。すごく簡単に釣れるでしょ。うわ、ほんとだ。もう単純です。ザリガニを探せばいいだけです。ピーシュしてる。うん、娘たち大喜びですね。あ、カニもおるけど、カニは釣れんやろな。カニ、うん、カニ釣ってみてよ。カニはね、警戒心が高いんです。あ、見ましたよ。あ、いました。あー、ザリガニですね、あれは。はい、どうです、どうでしょうか。娘がですね、ザリガニのザリーを見つけましたね。あ、来た。はい、来た。すごい、素直で、しっかりと掴んだら、取って、パパ、取って。あー、逃げちゃった。あ、じゃあ、はい、もう一回。本当にいた。掴んだかな。この子はなんかしっかり掴んでくれへんな。夢中になったら。まだ夢中じゃないでしょ。まだ夢中じゃない。夢中じゃないですか。まだ掴まないね、この子。下手くそですね。下手くそですね。掴んだ、掴んだ。よしよしよし。あー、あかん。この子はなんか弱いから、こっちの、こっちのになんか赤いのみたい。違うか、あれザリガニじゃないか。この子はいけるかな。お、力強い。さあ、行くよ、近くに置いてくれて。あー、何ここのザリーさん、なんかしっかり掴んでくれない。あ、なんかゆるいゆるいぞ。このザリガニは、うん、パパのこと気に入ってるんじゃない。気に入ってくれたのかな。よし、うーん、おー、2匹目。はいはいはい。うわー、よかったね。うん、さあ探してみよう。こっちにはいないね。ちょっと数が少ないね。2匹か。もうちょっと欲しいね。え、近くに置いた？これ掴んでくれるかな？お、反応した、反応した、反応したよ。お、お、なんやなんや、ええ匂いすんぞ。なんや、ええ匂いすんぞ、ええ匂いすんぞ。これ、わしないで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 、誰にも渡さない、誰にも渡さない。これは俺のや。いけるか、いけるか。いけるよ、いける。いけるか、いけー。一生懸命、一生懸命、一生懸命。盛り上がるな。
正直これぐらい打ったらとりあえずいいかなっていう気持ちもしてるんだけど、楽しいな、楽しすぎるからまだここがいい、うん、よ、そら、そら、えい、お、よかった、お疲れ様です。ただいまでございます。見てください、このような感じでザリガニが取れました。数はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10匹ですね。いやー、まだ釣れるんですね。どういうことかっていうとですね、最近なんですけれども、ザリガニがいないんですよ。いや、いるんですけれども、狭い密度の中に密集したような感じでですね、ザリガニがあんま見かけないんですよ。私が子供の頃、もう40年前後ぐらい前かな、やったらば農業用のため池だったりだ、近所の用水路みたいなところですね、大量にザリガニがへっぱりついてたんですけれども、最近ね、あんまそういうの見かけないんですよ。なんでやろうなーって思ってたら、以前そんな話をですね、雑談でうちの親父殿とやってたらですね、多分農薬まっきょうからちゃうかって言うんですよ。アメリカザリガニって汚い水にもかなり強いんですけれども、まあ言うても甲殻類ですわ。農薬で死んじゃうことっていうのは当然ございます。ジャンボタニシですね、クリミンゴ貝っていうんですか、あれがですね増えたあたりでですね、稲作農家の方たちはですね、かなりの量の農薬をまかざるを得なくなってしまったんですよ。あのあたりからですね、私もあんまアメリカザリガニ見なくなったよなって思うことが確かに増えたんです。もちろん他の原因があるのかもしれないんですけれども、今アメリカザリガニを探すと昔ほど思ったよりも見つからんかったんですよ。でどっか比較的手軽にアメリカザリガニ取れるとこないって言うたら、民家に囲まれてるところやけれども、近所にあるで、しかも特に長靴も何も履かんでええようなところやでって言われたんで行ってきたのがここなんですよ。ただですね、一応前日に状況を確認した時はかなりの数がいたんですけれども、今日見に行ったらですね、ちょっと水が抜けてまして、田んぼ用の用水路らしいんで、田んぼの都合で水が増えたり減ったりはすることあるみたいなんですよ。で水が抜けていた結果、あまり数はいなかったんですよ。それでもですね、10匹ほどザリガニを捕まえることができましたんで、これだけおったらなんとかなるんじゃないのかなって思います。こういう動画を上げると、ザリガニって特定外来生物だから捕まえたり移動させたりしたらあかんのんちゃうのっていう方おられますけれども、アメリカザリガニはですね、2023年から条件付き特定外来生物っていうのになったんですよ。条件付き特定外来生物ってまず販売は禁止されてます。でもですね、これはいいよっていうことがいくつか認められてるんですよね。まずそのうちの一つが捕獲です。捕まえても OK なんですよ。二つ目が飼育です。買うのも問題ありません。三つ目が無償で譲渡するっていうことは OK なんですよ。ただ譲渡する場合もですね、その譲渡先がしっかりと飼育できる方のみです。だからですね、厳密な意味で言うと、捕まえました、移動させましたっていうのは問題ないんですよ。ダメになるのは移動させた先で生きたまま解き放つことです。自然にね。だから今回の場合はですね、捕まえました、移動しました。で、今からですね、釣り用の餌に加工します。当然死んでしまう。しますので、今から数分間はですね、結構センセーショナルな動画になります。見たくないっていう方は見ない方がいいと思いますんで、よろしくお願いします。今からザリガニを加工していきたいと思います。といってもですね、このフードプロセッサーにザリガニを掘り込んでいくだけになります。加工方法としてはですね、ザリガニの尻尾と胴体を切り離してかけていくだけになりますんで、よろしくお願いします。いきますよ。特にですね、綿を取ったりとかそういうことはしません。で、蓋をしたら、なかなか。で、ある程度次混ぜたら、こちら米ぬかですね。肥料に使ったりだとか、お漬物作ったりとかする時にも使うんですけれども、実は釣り餌とかにも結構使う場合があります。で、これをですね、適当な量入れていきます。かさ増しみたいなもんですかね。あとですね、発酵するようになります。これで発酵してくれるとですね、団子を作りやすくなるんですよね。私もね、作るの初めてなんでね、どれぐらいのザリガニに対して負荷を入れるのが適切なのかよくわかんないんで、ちょっとずつ様子見ながらやります。もうちょい水を入れた方がいいかしら。
あ、なるほど。ぬかがですね、結構空気の層みたいになっちゃってるんで、こんな感じで、はい、水を入れてたんですね、ぬかがそこに沈みました。どうなのこれで、もうちょい水入れた方がいい。入れすぎかしら、ドロリ濃厚みたいな感じになっちゃったけれど。ではちょっと中身を見てみよう。よいしょっと、まあ、水入れすぎやけど、もうちょっとぬか足して後で混ぜてあげればええ感じになると思います。まあこんなもんでいいでしょうか。クリーミーなシェイク状になりましたね。それじゃあですね、フードプロセッサーで混ぜるのやめて、次今の状態のまんまだと水分量が多いのでぬかを足します。でこの中でね、混ぜ合わせていきたいと思います。とりあえずこんなもんいきましょうか。こんな感じ、匂い嗅いでみよう。ほぼ米ぬかの匂いかな。思ってたよりもザリ臭はしないですね。もしかしたらもっとザリガニ君いるのかもしれないです。10匹じゃ足らんかな。でもね、今日ね、動画でも見ていただいたら分かるんですけど、ほとんどね、いなかったんですよ、ザリガニ君が。今回もしね、ザリが少なかったらね、次回ザリを大量に捕獲してね、頑張っていきたいと思います。ちなみにこのフードプロセッサーはですね、料理には使わないんでご安心ください。みんなもやめてくださいね。ザリガニって、ね、かなり汚いです。水の汚れとかにも強い生き物ですけれども、水の汚れに強いっていうことは、とてもですね、美しくない生き物でもあるってことなんですよ。でそういう美しくない生き物がですね、食品とかのフードプロセッサーで使うっていうことはですね、なかなか勇気のいる構造になると思います。ちょっと水分量多いかな。でもどうやろう、これぐらいやったらば案外まとまるか。はい、結果的にこれだけの量になりました。思ったよりも多くはないですね。ザリガニとぬかを混ぜ込んだものをですね、餌として使います。多分使い方としては2つだと思います。まず1点目は、適当な大きさに団子にして釣り針を中に埋め込んで投げる方法、要は鯉とか釣る方法に近いですかね。もう1つはですね、私が明日やろうと思ってるのはサビキです。サビキ釣り、このザリヌカ団子をですね、サビキの巻き絵の代わりに使いたいと思います。で、いつ使うのっていう風になったらですね、できれば発酵とかしっかりさせるんやったらば中1日ぐらい置いた方がいいと思います。最近なんですけど非常に暑いです。なのでこの夏の暑さを利用して一気に発酵を進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。おはようございます。それじゃあですね、本日は釣りに来ました。餌はあれから1日置いておきましたね。で仕掛けなんですけど、今日はサビキ釣りでいきます。8号ですね。久しぶりすぎてやり方忘れてしまったな去年買っとった道具がまだ一部サビキ用のが残っとったんで、それを再利用しますね。こんな感じです。釣りしてる人やったらよくご存知と思いますけど、サビキの針って基本的にすんごい絡まりますんで、絡まらんように気をつけながらやりましょう。でゴム手袋をやりましょう。普段ならこんなもんつけないんです。今日はね、餌がね、ザリじゃないですか。すごい匂いを放ってるんですよ。こうやって見たらそんな違和感ないな。あー、うん、驚きの悪臭が漂ってますね。なんかね、私の知ってる魚の餌っぽい匂いではないんですよ。ただのね、腐敗臭ですねさあ、いよいよザリ餌による魚釣り開始でございます。溶けんのはすごい溶けんな。あ、なんかでもちょんちょん来てるような反応はあるぞ。え、これ魚の反応か。どうなんだ。反応なしですね。てかここかなり浅いな。もうそこに当たってまいよ。なんか大きいのが跳ねてますよ。一回上げてみるか。あー、うん、餌はね、かなり速攻でね、溶けるようになくなりましたんでね。もう一回入れるか。くっさ魚も思とるかもしれんな。俺らに勝って飯は選ぶ権利あんねんぞってじゃあもう一回行きましょう。2投目。そもそも今日は魚がいないでいいか。全然なんかかかってくる感じしないですね。サバとかアジが釣れなくてもカサゴとかが来る日が多いんやけれども、それすらも反応ないな。
魚の反応がなしです。これはもしやモズなのでは。いやー、気配なさすぎてやばいな。魚が寄ってきてる感じもしないしね。餌を撒いてみようか。さっき撒きしたじゃん。寄ってきてる気配すらないですよね。もう時間終わりかな。こんなに反応がないことある？匂いきついからもうちょっとなんていうかな、反応的なもん期待したいんやけど、そんなもんはなさそうやな。貝が来てる。貝が入ってる。どういうことなの？釣りから帰ってきて結果発表になります。惨憺たる結果でしたね。言い訳に聞こえるかもしれないんですけれども、もし後悔できる点があるんやったらば、朝は釣り場に2時間早く出ないといけなかったかなと思います。到着したのが7時をもう過ぎてたんですけれども、もう帰宅仕掛けてる方結構いたんですよね。やっぱり早朝じゃないとダメですかね。もしくは思いっきり日が暮れかけてる夕方以降とかね。メバルが釣れましたけれども、あれは結局のところオキアミを巻いたら釣れたんで、ザリガニはね弱いような気がします。今回ムカトまで出てみたんですけれども、反応は鈍かったです。小魚が3匹釣れましたけれども、後にもそれにもそれっきりで、結局のところ食べれるぐらいの大きさの魚はメバルぐらいしか釣れなかったんですよ。もうちょっと研究がいると思います。うまくいけたらワンチャンあるんじゃないのかなって思うんで、ザリガニで魚釣りっていうのはですね、今後も試していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、最後になんですけれども、今回の件があって、ザリガニで魚って釣れへんのかな、海釣りはなかなか成功しないのかなと思ってネットで調べてたら、すでにですねザリガニで海釣りをしてる方っていうのは結構多くて、それでかなりの超過を上げておられる方もいるんですよ。ただその場合はザリガニは生き餌として利用してたんですよね。2023年の特定外来生物でザリガニが含まれたじゃないですか。あれによって海釣りでも生きたザリガニは使うことは禁止されてるようになってるんですよ。つまりどういうことかっていうとですね、ザリガニは淡水の生き物なんですけれども、海釣りでザリガニの尻尾のところにこうやって針をつけて生き餌としてペッて離す行為、当然海水ですからザリガニは長くは生きられません。過去にザリガニを海釣りで利用した人やったらば、生き餌状態で海に投げると30分ぐらいは生きてるらしいんですよ。ザリガニ生命力強いですから。ただその行為も違法になるそうです。要はザリガニの取り扱いなんですけれども、飼育は OK、 移動は OK、 捕獲は OK、 でも譲渡と放流は基本ダメじゃない。要は海釣りで生き餌のまま使うっていうことは放流とみなされるそうなんです。だからダメだそうなんですよ。あくまで加工した状態で持っていくんやったらば別に問題はないですよ程度のことで思っておきましょう。これらを踏まえてですね、またザリガニの活用方法っていうのもですね考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではこれをもちまして今回の動画の締めとさせていただきますんで、お疲れさんでした。またね。なかなか難しいもんやな、法律って結構細かいよね。